お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。南葛対東邦、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン翼くんを筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。そしてアウェーサイド東邦、4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津君を中心とした堅固な守備からテクニシャンの澤田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。さあ今始まろうとしています。一戦の火蓋が切られました。パスを出します。翼、はあ、もらったぞ。なに翼くん、ゴール前に持ち込んだ。ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。高杉くん、ボールを奪った。このタレルは不発に終わります。そらチャージが決まった。それパスを回す。それいけ、パスを出した。これは見よ、回転をかけてシュートを放った。若島津君、このシュートに反応している。ゴールを守った。そら、このタックルは不発に終わります。もらったぞ。なんか慌てて守備に戻ります。それ、もらった。このスライディングが決まった。パスを受けた。そら、決まった。篠田君、ここをパスに切り替えた。よし、横をすり抜けた。反町君、ここからチャンスを作れるか。もらった。決まった。中里君、ボールも切り出す。反町君、素早く横にかわす。君、回転をかけてシュートを放った。森崎君、このシュートを正面から受け止める。パントキック、どこまで運べるか。なんか相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ、体ごとぶつかっていった。ここはパスを出した。ヒューガ君、ここは勝負を避けた。伊沢君、ボールも狙いも届かない。ここだ。シュートを放った。森崎君、これはキャッチできない。伊沢君、これをトラップ。伊沢君、ボールを狙うも届かない。ここはパスを出した。それ伊沢君、素早く横にかわす。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。それおっと、攻守交代だ。それ反町君、このパスをカットします。やった、振り切った。ヒューガさん、短いパスを入れてスペースにパスを出した。岩見くん、ボールを持った。はっ、今井くん、ボールを狙うも届かない。それ杉くん、ここはパスに切り替えた。ここはパスを出した。沢田くん、パスを出す。チャージが決まった。松木くん、ボールを奪うことができません。高島くん、ボールを狙うも届かない。奪い返した。スライディングで止めた。翼くん、これをトラップ。これを見ろ、鋭い回転をかけてゴールを狙う。翼くん、ゴール正面でこのシュートを迎え、ゴールを守った。パスを受けた。小池くん、ボールを持った。体ごとぶつかっていった。あーっと、この位置でパスカット。高杉くん、激しいタックル。それここはパスを出した。
こぼれ球をものにして、ウルタ君激しいタックル。小池君、ここはパスに切り替えた。沢田君、これをトラップ。それ行け。南葛、ここでスローインを得ました。中里君、ここは抜かせません。ここはパスを出した。小池君、パスを出します。パスが決まった。高杉君、岩見君、パスを回す。ここはパスを出した。川辺君、ボールを奪うことができません。高杉君、ここはパスに切り替えた。チャージが決まった。東方、ここを勝負どころと見定めてきた。スライディングで止めた。それよ、これをトラップ。マスター君、ゴールを狙う。若島津君、ゴールを守った。パスを打った。風が決まった。それ岩見君、ここからチャンスを作れるか。滝君、ワンタッチで送る。回転をかけたスリングを放った。若島津君、横に振り切る。ゴール隅に決まった。翼君、ここが先制となるゴールを決めてきた。そら、へっ、はっ、行くぞ。行け、ここだ。それそれ、よし、チャンスが決まった。はっ、ここはパスを出した。キスギ君、ボールを持った。長野君、ここはパスを出した。両者激しく激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。キスギ君、ボールを蹴り出した。若島津君、ゴールを割らせません。フルタ君、ボールを奪うことはできません。このパスは通らない。それ川辺君、ボールを狙うも届かない。そらこのタックルは不発に終わります。はさあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。南葛、相手にボールを譲りません。中野君、シュートだ。いけ、次ゴールを狙う。へ、南葛、前半を終えて一歩リード。しかし試合の行方はまだまだ分かりません。中学、ボールを持った。見たか、これはごぼう抜きだ。中学、ここからチャンスを作れるか。必殺のシュートでゴールを狙う。横飛びでスタートするか。相手は反応するも決まった。このシュートを決めてきた。信頼してくれるみんなのために勝つ。どうだ、ダイレクトでパス。翼くん、センターを越えて攻め込む。何、シュートを放った。惜しくも枠の外。キーパーからのリスタートです。若島津くん、ここはクリアだ。翼くん、ボールを持った。長野くん、ボールを持った。パスを受けた。そらよ、滝くん、ここは勝負を避けた。どうだ、鋭いスライディング。古田くん、シュートだ。これを見よ、狙いつけたシュート。これボールを飛びつく。若島津くん、ゴールを守った。ボールを奪った。そんな、かばして振り切った。パスを出す。長野くん、ゴールを狙う。カウントキック、どこまで運べるか。高杉くん、ボールを奪った。よし、かばして振り切った。あとドリブルを見送る。杉君、パスを出します。チャージが決まった。ここはパスを出した。柴野君、パスを出します。いけ、滝君、ここからチャンスを作れるか。もらったぞ。ゴール前に持ち込んだ。もらったぞ。いつライディング、いけ、パスを出します。それ中野君、シュート。若島津君、ゴールを守った。ここで奪った。伊沢君、左へパス。これを見よ、狙いつけたシュート。ゴールに飛びつく。反応するも決まった。翼君、俺たちの闘志を見たか。た、ふっ、
次々にかわしていく。必殺のシュートでゴールを狙う。よいしょで鋭く反応。反応するも決まった。このシュートを決めてきた。それ長野くん、パスを出します。ドリブルでボールを上げる。それパスを回す。そら翼くん、ボールを持った。いくぞ。回転をかけてシュートを放った。また翼くん、横に飛んだ。ボール隅に突きかかった。ゴールを奪えない。キーパーなんていない。貴重な1点を挙げた。そら行くぞ。このボールをコントロール。島野君、パスを回す。いけ。体ごとぶつかっていった。それ今井君、ボールを狙うも届かない。いけ。ここはパスを出した。長野君、ここは勝負をかけた。いけ。小池君、ここは抜かせない。東方、なんとしても1点を奪うつもりだ。よし、回して振り切った。なんだった。いけ。それ時計はすでに後半の15分を過ぎています。残すところをもらって、ネットに突き刺さる。狙いに立ったシュートでゴールをゲット。よし、バカなんだと。いけ。それそれうわっ。ここはパスを出した。パスを回す。翼くん、パスを出します。それ滝くん、これをトラップ。それダイレクトでパス。川部くん、ここは抜かせません。こいよし、スペースにパスを出した。滝それ杉くん、パスを出す。もらった。横をすり抜けた。鋭いスライディング。いけ。横をすり抜けた。気づき、センタリングを上げた。島野くん、ボールを奪った。パスを出します。もらったぞ。すり抜けた。守備陣の隙間を狙う。ここでスルーパス。ここでパスと。マスク君、激しいタックル。いけ。島野くん、ダイレクトでパス。このタックルは不発に終わります。パスを回す。はっ、回して振り切った。パスを回す。あっと、この位置でパスセット。鋭いスピードをかけてゴールを狙う。赤島津くん、このシュートを決めている。ゴール隅に決まった。このゴールで、あれを決めなくちゃ男じゃない。劇的な幕切れ。
終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。